学費が年間多分300万ぐらいするんだよね。コンドームの付け方を実際授業でやらされるの。子供はこうやってできるんだよみたいな。長距離見せられるの。お人形を抱えさせられて、そう、子供ができた時のシミュレーションみたいな。はい、皆さんこんにちは、ゆなです。今日はですね、みなことしょうちゃん久しぶりにね、3人でねトーク撮りたいなってなって、私たちの共通点を私考えたんですよ。 AV に出演してる以外だと、あ、間違えた、今のダメだよね、ごめんごめんごめん、ちょっと秘密にしてたんで、ごめんね、何も言わない、大丈夫そう、ちょっと携帯じゃん、しまったね。まあ私たちの共通点といえば、アメリカの高校に私たち3人とも行ってるんですよ。無人島懐かしい、出会いが高校だったので、私たち そう、ね、高校で出会ってるから、アメリカの高校の話って日本 の今見てる人たちからしたら、うん、すごい未知の世界なんじゃないかなと思って。確かに。そう、だから今日はそのお話をちょっとしていこうかなと思います。イエーイ。そう、まずはその学力の問題、純粋に気になるじゃないですか。アメリカってすごいね、今他の友達も来ててすごいうなずいてくれてるで、気になりますよね。気になるね、学費とか、うん、その時計、まあ、お金系とか、あとでこれ個人的にめっちゃ語りたいんだけど、うん、保険が進みすぎてる、こっちのアメリカの高校保険タイプね。そういう話とかしていったり、まああとは普通になんか高校でのエピソードとかですかね。オッケー。なんかあります？アメリカの高校での面白いエピソード。面白いエピソード、面白くなくてもいいよ、なんかエピソード。私がカルチャーショックだったのが、あ、好き、聞きたい。めっちゃ物借りられた。クラスでさ、物を持ってこない生徒がいるわけですよ。基本みんな持ってこないよね。そう、うちらはさ、一応アジアから来てるわけさ。小だけじゃん、その小中高全部アメリカだったの。なんでさ、みんなさ、ノートだけ書こうかと。ペンを持ってこないのどうしてさ、これって。マジでさ、ノートとさ、なんかポッケにこう手突っ込んで、おはようみたいな。カバン持ってこない子いるよね。あれなんだ。俺が行った学校って結構治安良かったんだよ。あ、よかった。うちら治安悪いって言ってるの悪い。まあまあ悪かったよね、うちらの高校は。だから田舎の方だったけど、なんだろう、割と富裕層が住んでたからじゃない、あなたが。そうだね。そうだと思うよ。うわね、マッキンリーっていう高校行ってたんだけど、あ、マッキンリー1年行って、その後ルーズベルトっていう高校に転校したっていう感じなんだけど、そのマッキンリーっていう高校はマジで治安悪かったの。そう、アラモアナの方にあった高校なんだけど、でもアラモアナだけじゃなくて、チャイナタウンとかリリハとか、ちょっとこう、なんていうの、お金持ってない人たちって言ったら、まあ私もそうだったから、私も貧困層だったから普通にそのエリアに住んでたから、その貧困コンソールから富裕層のいろんな子がいて、結構喧嘩多かったよね。だから多かった。喧嘩のレベルがマジ怖くって、あの一回マッキンリーでセキュリティがさ、出てくる騒ぎになったの覚えてる？全然覚えてない。で、なんか一回ポリネシア人の子たちが喧嘩し始めて、ポリネシアの子ってすごい体格が大きいんですよ。本当に185円の子も全然いて、でその185円の子が3人ぐらいで喧嘩し始めて、でセキュリティも止められなくって、校長先生が出てくるっていう騒ぎになったのがあって、それをハワイに引っ越して1年目でそれを見て、めちゃくちゃ衝撃だった。確かにそれは衝撃だわな。こっちって喧嘩ありすぎてさ、あの高校の前必ずあのパトカー止まってるよね。結構止まってる。確かに。確かに。私のエピソード言っていい？うん、私はやっぱひなことに出会いですかね。そうでしょ、そりゃ感動。そうだよ、なんか感動ではないだろ別に。なんか偶然奇跡が隣だったんだよね。本当それ、それだけ。アメリカって小学校5年、中学3年で高校が4年っていう感じなんだけど、うん、その高校1年生の時に出会ったから、中3の時に、そうだね、席が隣で、それでずっと仲良くなったみたいな感じなんですよね私たち。アメリカの高校の学力ってどうですかね、皆さん。いいんじゃない、日本と比べたら。それってさ、私ハワイは低いなってのはマジで低い、全米の中でも結構低い方で有名、有名っていうか、まあ低いのね、あのハワイ。アメリカ全土で比べたらそうでもないでしょ。アメリカと日本で比べたら、あどうなんだ。学校、あ、州にもよるんかな。私別の学校、別の州の学校行ってないから分かんないけど、うん、私立とかはさ結構進んでるんじゃない。ハワイの高校とかでもってこと、とかアメリカ全体で見たら、私立とかは、まあ、結構なんか教え方が違う気がする日本と。あ、そうなんだ。日本ってさ、なんか記憶暗記みたいな、はいはいはい、もう型にはまった感じだけど、アメリカって高校の時からディスカッションとかが多い気がする。はいはいはい、確かに確かに。なんか自由な発想を書き立てるような、はいはいはい、教育してるイメージ。え、どうだった、実際日本の高校ってディスカッションとかしない？いや、全くないね。そうなんだ。ほぼ全くないと思う。もう答えが決まってるものにみんなで答えるみたいな。そうだね、はい、教科書に沿って、はい、なるほどね。私はさ、その中国の小学校から、まあ、アメリカのに行ったわけなんですけど、最初私これ結構あるあるだと思うんだけど、アジアから来る人たちの数学のクラスが楽勝だったんですよマジでエントリークラスだよね。え、本当にそうなの、
そうなんか中国、まあ、日本もそうだと思うんだけど、うん、学校の数学のクラスってめっちゃ進んでるんですよ。で最初は多分何年くらいかな、数学って私中国にいた時はめっちゃ苦手な科目だったんだけど、はいはい、最初は5年間くらいめっちゃ数学の成績良かったの、はいはいはい、で5年間くらい経ってやっとその私が知らないとこまでアメリカ、ハワイの学校、ハワイの高校が教えるようになって成績が一気に悪くなっちゃったんだけど、それもあの本当にめっちゃ悪かった。すごいチート級になんか最初はめっちゃ成績良かったっていう感じです、ね。でもそれ本当わかる、うん。私も最初編入して、うんうん、で英語全然わかんなくって、うん、他のクラスはさもうマジ本当に赤点ばっかだったの、うんうん、英語できないから。でも数学だけはクラスで本当トップだったの。すごいで、うん、ジーニアスって言われて。で私はただ単に 12×12 を暗算っていうか、まあ、覚えてて、はいはいはい、12×12 は144って答えたら、うん、Oh my god, genius! みたいになってマジアメリカ楽勝じゃんって思った瞬間だった、うん、アメリカっていうかハワイの高校、ハワイだね、そうだね。まとめると学力は多分そこまで高くはないんで、まあ、ハワイの学校はね、うん、ハワイ、うん、あんま期待しちゃいけないと思う。そうだねで次ですね、まあ、気になるのがそのお金ですよね、やっぱみんな。それと実際アメリカの大学とか学費が高いっていうイメージすごく強いと思うんだけど、うんうん、実際どうなのかっていう話なんですね、はいはい、公立は高校でも1セントも払わなくて大丈夫です、うん、はい、ただだ、はい、日本の高校って公立でもお金払わなきゃいけない。こんなでもなんか何万とかだと思うけど、あ、そうなんだ。じゃないかな。俺、高校私立だったから。おー、うん、多分、うちの高校でその20ドルぐらいではない払わなきゃいけないの。そうだ制服代とかもあるから。あー、日本はね、確かに。そっかそっか、そっか。こっち高校制服ないのが多いもんね、うん、ないところが多い。公立はないね、基本ないよね。うん、セーラー服着るとかマジ憧れだったんだけど本当に憧れじゃない、そのことない。ハロウィン着てるよ義務教育、義務教育、うん、めっちゃ綺麗だった。やばいやばい、エータ先生のワンタン、めっちゃ綺麗、超上達してるじゃん。いや、ね、すごいなんかワンタンの個性がなんか誰が作ったかバレるね。やめてちっちゃいのいいなだよね。まあその義務教育はさ、お金払わなくていい感じなんだよね、うん、アメリカって。そ、逆に私立の高校って鬼のように高いんですよ、学費が。って言うよね。あの私いとこが多分ハワイ一番高いとこ行ってたんだけど、うんうんうん、確か学費が年間多分300万ぐらいするんだよね、うん、当時より高い、うん、多分もっと値上がりしてると思うんだけど、うん、私のいとこ私の1個下だから行ってたのが、まあ、もう10年前とかだけど、高校行ってたのが、それも年間300万ぐらいしますね。もうするよね。私たち全員公立なんですけど安くすんだね。あ、そうそうそう。じゃあ次はですね、これ多分ね一番皆さん気になってるんじゃないですか、ボケの授業のお時間です。ユナだけじゃない。違う、これは本当に私さなんかね、すごいなんかこう文化の違いにもつながることだと思ってて、なんか日本の人って、まあ、日本人の子って結構その性的な話をすることにすごい抵抗を持ってるというか、そういう知識って絶対アメリカの方が進んでるというか、その違いって他の科目ではない違いだと思って、はいはい、数学だって別に数字で変わらんしさ保険系って結構やっぱこっちすげえなって文化出るね。めっちゃさ赤裸々だよね。何個か保険のクラスで結構みんな通るあるあるのクラスがあるんですけど、まずはそのコンドームの付け方を実際授業でやらされるの。へえ、ホントにやるんですよ、先生が持ってくる男女いる場でやる。もちろん、コンドーム。あ、そっか、日本ってそう、ありえないよね。がさ、別々だし、てか小学生の時に日本で生理の話みたいなのをしたんだけど、それも男女別々で分かれて、なんか女子は保健室連れてかれてみたいな、うん、なんで分けるんだろうって思ったんだけど、男の人に知ってもらいたくない、うん、逆にね、生理ってこういうもんなんだよ、うん、痛いんだよって知ってほしい、知ってほしいよね。そう、でもそういうなんか模型みたいな、そう、模型持ってこられて、うん、で、コンドームで実際こういう風につけるんだよっていうのを先生が実践してくれて、で、私たちがそれを全員でやる、全員で、全員でこのようにつける。俺なかったもんね。嘘、なかった、なかった、なかった。え、それ中学じゃない、ユナやったの。私高校でやんなかった。あ、嘘、そう、私じゃ中学、中学でもやったじゃん、俺は。嘘、私やった記憶があるよ。俺最初の保健体育の授業が小5の時だったよ。何された、何させられた、どうさせられた、子供はこうやってできるんだよみたいなところが。あー、早いね、小5で見せられた。早い、マジで。え、見せられる、日本では覚えてないけど、うん、そのさっき言った生理のやつとかは、うんうん、なんか男女別になって、うん、一応男もなんか軽く説明させられて、うん、あの大体日本の小学校ってさ小5でキャンプみたいに行くじゃん、うんうんうん、その前にそういうことが多分起きないようにみんな説明してって感じだったと。そういうこと
か。もう一個アメリカの授業でやらされるのが、そのお人形を抱えさせられて、そう、子供ができた時のシミュレーションみたいなのをさせられるんだよね。した。そう、それはやったりみんなした。俺もなかったんだけど。俺なかったんだけど。高校行ってない。ちゃんと言ってよ、俺。いや、本当にみんなこれはガチでみんなやる。多分、きっと富裕層はしなかったんじゃない。わ、言い方それマジ、マジ今言い方本当に良くない。今の言い方本当に良くなかった。でも本当に、このうちらのエリアでは結構みんなした。絶対やるよね、うん、普通にマジでこれ絶対通るみたいなんだけど。でもさ、噂は知ってるでしょ、こういうのやらされるところもあるっていうのは知ってるでしょ。なんかもう違う学校行ってる友達とか不思議なことやってたよ。不思議なこと。これ富裕層って違う。レベルが違う。何をするかって、2ポンドの小麦粉を抱えさせられる。うん、学校によって違う。お人形の学校と小麦粉の学校と米の学校で違う。とりあえず2ポンドずっと持っとけっていうので、そうそう、この課題中にそれを持ってないところを先生に見られると減点みたいな。そう、そうなんです。先生が結構その課題をやってる時って結構ね、学校内徘徊するの、チェックする。みんながちゃんとお人形持ってるかどうかを、お人形か小麦粉か分かんないけど、じゃあ自分の赤ちゃんのはずだから持ってなきゃいけないじゃん。そう、そうそう、受験の先生とかも7クラスぐらい受け持つから、ある時は100人ぐらいの生徒がなんか抱えて歩いてると、あ、みんな今やってんだみたいな。そうね、そう、風物詩だよ、ね、結構さ、ショッピングモールとかでもそれ抱えてる子いたよね。マジで、うん、それさすがにそれまで持ってってなかった。見た。放課後とかさ、うん、そう、ボールの近くにある学校とか、うちらの学校やだから。そうそう、だからカルニーとかマッキーニーとかさ、はいはい、ボール近いじゃん。近いね。放課後とか行くと、うん、全然いる。抱えてた。米抱えてる人。そうだよ、いつ誰に見られるか分かんないからね。そう、ずっと小麦粉を抱えてなきゃいけなかったっていう。うん、しかもなんかそれをさ、うん、小麦粉を袋破ったりしたら限定みたいな、うん、赤ちゃん殺したみたいな。まあそれはそうなの、うん、それはそうなのよ。そうなの。シミュレーションアメリカっぽいね。ね、それってやっぱ日本からしたら不思議。不思議だね。てかそれはさ、うん、女の子だけが持たされる。男の人も全員なの。フェア。フェア、フェア。そうそうそう。それのおかげかどうかは全然わかんないんだけど、そのアメリカの公園とか行くと、お父さんが子供を連れてるのってすっごい多くない？多い。ね。お父さん結構散歩してる。ね、一緒にいたりとか、逆にお母さんがいなかったりとか。そう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 。そうそうそう。だからそのアメリカのなんか育児は2人でやるっていうものが結構浸透してるので、そういう教育があるからなんじゃないかなっていうのは、私ちょっとあったりする。確かにね。全部男の人にも伝えるもんね。そうだね。うん、まだ覚えてるのがさ、ねねね、保険の授業でビデオを見せさせられたのね、うん、で映画みたいな感じだったんだけど、うん、あのストーリーが、うん、まあ、高校生カップルが女の子に子供ができちゃいました、うん、はいはいはい、で2人とも高校辞めなきゃいけなくなって、男の子は出稼ぎしてみたいな、うん、で女の子はまたディティブルーになって自殺しちゃう。重っ、めっちゃ重くない？あ、それ授業中見せられるわ。重くない？で先生がお前らもしも妊娠したらこうなるからやめとけよっていう脅されて終わったんだけど、はいはいはい、あ、全然いいよ、全然いい。高1とかでしょ、それ見せられる。そうそうそう、ガチヤバじゃない、高1でそれ見せられるの。現実をね、見せられた。だからすごいなんかアメリカの高校の方がなんか包み隠さず結構生々しい感じで、これでもかってぐらいなんかやってくるなっていう感じ。そうよね。逆に何やってる、保険の会社すっごい気になるけど。何してたの？何してたのかな。教えられてただけだよ、口で。あー、そういう、うん、米とか小麦粉の袋を持ち歩いたりとか、そういうのはなかった。はい、最後にね、ちょっと話したいのが、みんなさ、私たち高校からの付き合いなわけじゃん、うん、ちょっとプライベートの話したいなと思って。どういう高校生だった？お互い、ショーはさ、じゃあ始めるよ、どういう高校生だった？ギャルを超言ってた。そう。高校の時のショー、多分今のショーと全然別人だと思うから、うん、自分でも、ね、ヤマピンに憧れてたんだって。憧れてた。あ、そうなんだ。そうだよ、そうだよ、ヤマピンに憧れてた。この人とも一緒大好きだった。毎日だからストレートで髪伸ばしてあの髪型。はいはいはい、なるほどね、だからあの長かったんだ。そう、腰パンしてたしね、ずっと、はいはい、そう、パンツ見えてるよって、なんかチェーン吊り下げてさ、やってた、長財布にさ、結構生きてた。まあ、真似してみて、高校できるでしょ。え、何言ってたっけ。キモすぎでさキモすぎ戻っていったんだよ。どうなのそれって。じゃあ次、私どんな高校生でした。怖かった。え、意外と。マジで思い出したのが、はいはいはい、あんまりそこまでまだ仲良くなかった時に、うん、まあ、出会ったばっかだった。そう、出会ったばっかの時に、うん、校庭から、もう端から端まで聞こえるような声で、おいバーカーみたいな叫ばれたのを覚えてて、えみたいな、ね、どうしたんだろうこの子って思って、ね、
本当に恥ずかしい話で黒歴史なんですけど、本当に多分私ギャルとか元ヤンとかいろいろタイプあるじゃん、うん、私は多分分類するとしたら元ヤンなので、ね、多分どっちかっていうとそんなめっちゃじゃバイクとかやってたわけじゃないけどじゃあ喧嘩したりとかそういう話はまあまあまああったりなかったりしまあ恥ずかしいですね、そんな話されると恥ずかしい今はもう大人ですからそういうことしてないです。20とか21の時に YouTube 始めなくてよかったなってまだその時の名残りが残っててすっごい暴れてたじゃん当時。ええ私の中で私どういう高校生だったの？高校2年間ぐらい遊んでなかったかな。あなたがね、あの、そうね、例の彼女あの GPS つけられてた時期でしょ、ショーが。その後、まあ、また遊び始めてからはだいぶね、すっごい暴れてたよね。すごい暴れてたね。暴れてたね。俺に怒られてたよね。怒られてたね。過激だった私ね、そうだったの。本当にだから本当ヤンキーやがりみたいな感じだった。そう、それでだから私はもう高校の時は思い出したくないけど、あんまり私も黒歴史すぎて、オフ出してる、なかったことにしてる自分の中で、はい、という感じですね。最後にひなこはどういう高校生だったの？日本から来たば。いや、全然違うぞ、ひなこ。全然違うぞ。アメリカの文化勉強中みたいな。はい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 。最初はなんかすごいなんだろう、うん、超絶地味だったんだけど、うん、地味だったね最初。ミッキーの T シャツとか着てたもんね最初。可愛かったよあれ。靴コンバース、なんかジーパン、なんかフレアカットだっけ。あー、なんかちょっとこう出てるやつ。そうそう、最近また流行りです。でもその当時は全然流行ってなかったやつね。可愛い。それかスキニー、はい、あ、まあスキニーって感じだね。はい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 。私はなんか K-POP 好きな濃い大きい女の子だったあのね、月一で彼しか会ってなかった。あの時え、彼氏はいなかった。好きな人がすごいコロコロ会ってた。この子が好きかもしれないみたいな。そう、っていうのを結構なんか体育の授業とかにずっと聞かされててまた変わったみたいな体育の授業っていうのがね。そうだね、ずっとそういう話してたじゃん。してたしてた。そう、なんかそれでなんかひなこがさ、その高校4年間あれと何人ぐらい付き合った？え、1ヶ月とか。1ヶ月やん、全員翔だけ2ヶ月でしょ。あ、そうそう3人ぐらいいなかった、1ヶ月付き合った人。うん、2人ぐらいだな。翔くんと3人ぐらい。なるほどね。そう、1ヶ月、1ヶ月、2ヶ月ずっとだから翔が最高記録みたいな付き合ったよね。濃い大きい女の子だなっていうイメージ青春だったな。ね、青春でしたね。はい、という感じで本日の動画はこんなもんでした。どうでしたでしょうか、参考にはならないか。でもなんかアメリカの高校そんな感じなんだ、楽しそうだねみたいな風に。わかんないけど、まあでもまあ、ゆるく見ていただけたら嬉しいなというふうに思います。はい、本日もね、ちょっと長めの動画にもしかしたらなってるかもしれないんですけれども、最後までご視聴いただきありがとうございました。本当はもっと話したかったっていう給食の話とかいろいろあるけど、まあ、好評だったらまた、はい、また次の機会にお話ししたいと思います。はい、それではまた別の動画でお会いしましょう。